チャージと、S、スタイルテレビと雑誌の垣根を越えてタックを組み宮城のイケてるラーメンイケメンを食べ尽くすその一杯を厳選するのは S スタイル編集部一のラーメンマニア高橋有ラーメンソムリエの資格も持つ彼女が今回一押しする一杯は今回のイケメンは4月にオープンした汁なし担々麺国松仙台店。 東北初出店のお店ですここ数年広島を代表するご当地グルメとして注目を集める広島汁なし担々麺国内に16店舗を展開する国松が本場広島の味を引っさげ次なる挑戦の地に選んだのがここ仙台大きな経済圏であって、まあ、広島より規模でかいですしあとはやっぱりあの。 食文化がすごく確立された場所で。ね、あの、まあ、別にラーメン食べなくても、美味しいものがたくさんある。仙台はもう、本当に挑戦ですね。ラー油の辛さと、花山椒のピリッとしたしびれ。そして、やや低加水の細麺を使うのが、広島式。多くの専門店が、しのぎを削る広島で、不動の人気を誇る、国松の汁なし担々麺が、こちら。ガツッ。 一口目にこう攻めてくるラーメンっていうよりは飽きずに食べられるようには作ってありますねすみませんお待たせしました、はい、よくかき混ぜてからお召し上がりくださいはいありがとうございますうわーこちらが国松の汁なし担々麺ですいや下の方にはタレそして麺の上にはひき肉とネギが乗ってますはじめに タレ麺具材そして大量にふりかけられた花山椒を汁がなくなるまでしっかり混ぜます麺に色がついてきまししたよこんな感じでしょうかさてそのお味はうんうまいおそして辛いこれは結構パンチ効いた辛さそしてしびれがやってきますね 花山椒が本当によく効いてますこの花山椒のしびれと辛さんがやってきた後にお肉の旨みもそうですしこのタレの美味しさが一気にやってくるんですよ自家製ラー油や名古屋の八丁味噌で作る天麺醤、ごまペーストなどさまざまな食材を組み合わせた特製だれは日本人の好みに合うように仕立てられていますさらに麺は 高級食パンなどに使われる強力粉をブレンドした自家製麺もっちりとした食感と小麦の豊かな風味が特徴ですそのままの味を楽しんだ後は卓上の調味料で自分好みにカスタマイズラー油や花山椒でさらに辛くしたりお酢や温泉卵でマイルドな味を楽しむのもおすすめです。 そして麺がなくなったら余ったたれにご飯を絡めてタ々ンタンライスうんおいしいいやこれ麺にも合いますけどご飯にもほんとよく合いますね締めにもってこいだと思います一人でも常連さん増えてくださって普段食な感じで「今日は国松でいいや」っつって遊び来てくれたら嬉しいです 今回のイケてるラーメンイケメンは汁なし担々麺国松の汁なし担々麺元味広島グルメの新定番をぜひご賞味あれ